次は A マイナーペンタトニックスケールの5つ目のポジションを弾きます。まず人差し指を12フレットに置いて、次が中指13フレット、薬指14フレット、小指を15フレット。こういう形で動かしていきます。それでは、ドラムビート、テンポ60に合わせて弾いてみましょう。まずは四分音符から、右手はダウン伸びです。ワン、ツー、スリー、フォー。次は8分音符で弾きます。右手はダウンアップ、ダウンアップ。 1 and 2 and 3 and 4 and。次は16分音符で弾く練習をします。右手をダウンアップ、ダウンアップ。 1 and 2 and 3 and 4 and。次は、3連符で弾く練習をします。右手がダウンアップダウン、アップダウンアップになりますので気をつけて弾きましょう。 1 and 2 and 3 and 4 and。これで A マイナーペンタトニックスケールの5つのポジションすべてになります。これが弾ければ、ここからここまで全部、カバーできます。ちなみに、5つ目のポジションの隣が最初にやったこのポジションですね。これの1オクターブ上になります。ここですね。もし時間のある人はここの練習もしてみてください。今回は A マイナーペンタトニックスケールの5つのポジションの覚え方、これと、指の動かし方のエクササイズ、この2つの練習方法をお伝えしましたが、もし G マイナーペンタトニックスケールの練習をしたい場合はG マイナーペンタトニックスケールで同じように練習してください。こういう感じですね。もし E マイナーペンタトニックスケールで練習したい場合は E マイナーペンタトニックで同じように練習してください。
応用で、全てのペンタトニックスケールの、練習ができますので、やりたい曲、覚えたいキー、覚えたいペンタトニックスケールのポジションによって皆さん選んで、練習してみてください。してチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。